お土産はこれ買いました。イエーイ、かわいい。 It's look like fin。何の尻尾なんだろうか分かんないけど、フィン、そうキュー、かわいい。これぐらい。あとは、かわいい。あと紅芋タルト4個。これはクマさんなのか猫さんなのかなんか知らんけど、まあ、シーサーかぶってますね。かわいい。マジでかわいい。何なのかはわかんないです。あと、ハイビスカスティー。たらーん。これしか買ってない。別に買う人もいないし、お土産を渡す人も今となってはいないので、自分用と友達用。お友達がよくお部屋にね遊びに来てくれるんですよ。だからなんか私がさ、私だばっかり紅芋タルト食べてたらちょっと気まずいなと思って紅芋タルト、チーズコーンも迷ったんですけど、そんなのたくさん私食べてないから、しそんないっぱいね、お友達毎日その数十人が来ますとかじゃないからだからそのほんと私が2個、お友達1個1個とかね、ね、4個ちょうどいいわ。4個がこれはガチかわいい。これはガチかわいい。もうこれを見つけた私を天才と呼んでほしいくらいガチかわいい。かわいい。もうエイトちゃんでもないし、こうでもないから、たくさんお土産入れないな。ほんとかわいい。嬉しい。
キラキラが入ってます。どこで買ったの秘密。こんばんは。はじめまして。カーチーありがとう。私アイシャドウいらないってことに気づいた最近。アイシャドウない方が漏れてない？ナチュラルメイクでやらしてもらって最近は。ありがとう、みんな褒めてくれて。昨日は全然意外とすぐ寝たんですよ。もう2時ぐらい。私が一番最後にお風呂に入ったんですけど、言うてそんなに2時ぐらいですかね。寝たの。ほんと？ナチュラルメイクにしよう。漏れますよね。漏れてるよね。
順番はじゃんけんです。海にも入りました。プライベートビーチがあったんで入りました。そう、順番はじゃんけん、じゃんけんだけど一番最後がいいなって思ったから、ありがたかったすごく。大概オールしちゃう。でも次の日も私、うちら9時、9時で10時でとかで、朝10時ぐらいにホテルを出てっていう予定があったから、じゃあ準備とか含め8時半とかに起きるでしょってなったら、もうあとね、眠たくて寝ちゃいますよ。やっぱりなんかやっぱね、日光を浴びると私は特に日光を浴びるとすごい眠くなるね。うん、私は眠くなりますね。11時チェックアウトなんだったんですけど、10時に出て、で車で移動してハンバーガーを食べて、そっから空港に行ってお土産物色タイムを1時間ぐらい取るみたいなスケジュールを立ててたから、そうだからなんていうの、その時間に起きないと無理だった。でもいろいろ琉球ガラスのグラスとかを物色したんだけど、私持ってるなと思って、持ってるんですよ琉球ガラス。ガラス持ってんですよ。そう、経由の時間も、給油の時間もさ。いるし、沖縄はさ、あのお土産コーナー、那覇空港はさ、あのね、お土産コーナーが広いじゃないですか。でいろいろ見ちゃうからってことで、行きにくくほほほほほ撮ったんだけど、楽しかったです。雪丸も持ってます免許。だから2人で交代しながら、2人のあの運転時間が同じぐらいになるくらい。の。時間で、時間配分でやりましたよ。エイトのコンサートで聞いたきりなの記憶が。そういうこと？沖縄はね、3回目ぐらいかな、全然行ってないですけど、あの1回1回が濃すぎて意外ともうね制覇してるんですよ。そう、昨日今日、ま、2泊3日で行ったんですけど、
てかプロチ開けます。約3日で行ったんですけどね。そう、一回一回は濃いから。白波水族館行きました。本島はですね、よいしょ、本島はもうだいぶ今回で回りきったじゃないけども、東西南北全部行きましたね。結構東西南北っていうか、多分いろんなところ行った気がする。地図に従ってただけだから何度もですけど、あとそんなにこの爪爪にしてないからありがたい。今回は行きまーす。ぴょん。え、やった、楽天田中投手の2023、違う、楽天初勝利か、楽天初勝利カード、すごい、ありがとう、ありがとう、じゃん。あ、高橋周平選手有名ですよね、ドラゴンズの。これ2枚入ってるの忘れてた、だらん。何これ、ん、これ何、何？これ初めて見た。阪神球団の新人では16人目となる開幕スタメンを勝ち取った阪神森下。3月31日。何ですか、マジで分からん、そんなカード初めて見た。何これ、分かんない。え、待って、引きがすごいよ。10回裏にさよならヒットを放った清宮幸太郎、2023初勝利。日ハム初勝利。え、待って、引き強くない？初勝利カードってさ、そんなにあるもんなの？いや、わかんないな、知らんけどさ。ラッキー、キラキラのレアカードあるんですよ、存在するんだけど、私今日はでな、これ2枚入ってたんだ、すっごいわかんない、忘れてた。これなんか謎カード、え、すごい、
チャラーン。マイクネス。チャラーン。プロチが好きな友達とかに聞こうかな。これは何の感動なんでしょうかって。鉄道チップスね、それ。はい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 。じいじい言っちゃう。わかりました、わかりました。大好きなお洋服、大好きなお化粧で。トートバッグだったらシュートさん。でも自分こうなんかね、引き当てるのがいいよね、これがね。だからブルーエキューチップスのカードは送ってこないでくださいやっぱさ、ランダムは自分で引くのがいいじゃんって思わん？みんなだったらすぐ引けるんだろうけど。久保田部さん、あるよ。ソフトバンクだったら、てかさ、カードの種類が分かんないから何が。カードだけ発売してくんないかな。え、チェックリストカード4枚しかないじゃん。ソフトバンクだとね、第2弾だと
中村さん、柳田さん、栗原さん、石川さん、東浜さんの5人ですかね。第2弾は。で、すごいチェックリスト4枚。でも C ランクなんかこれ。Amazon スペシャル箱限定で、シュートさんありますね。SS02、盗塁王カード。欲しい欲しい、これはね、欲しいね。これはみんな送ってきてもいいよ。ね、ポテチだけもらう。あ、あげるあげる。私ポテチ最近食べてないんだよ、知ってる？スターカードが、え、すごい、近藤さんと牧原さん、スペシャルカードだ。スターカードに入ってる。ソフトバンク、すごい楽しいですね、こういうの。はい、Amazon で買わないといけないよね。カードだけ買えたらな。全然高くていいから。いや、全然送らなくて大丈夫か。ポテチは、楽しいよ。フレークチップス、私は好き。そう、あのね、ポテチ買わないようにしてるんです。アクリルアミドっていうね、やっぱ油、揚げる時の油が体に悪いから、あまり取らないようにって頑張ってるんですけど。はあ、楽しいね、やっぱり。私のカード入れよう。はあ、ちょっと今日は早めに終わろうかな。このカードケースもな、あれなんですよ。あ、いけてた。すごい。怪しい。千賀さん、ごはん。やばい、でもカードケースも買わんと。長野さん、佐賀県民が結構応援してる長野さん、佐賀県出身なんですよ。知ってましたか？知ってましたか皆さん。
3枚6枚分しか入らん。はい、出したものはもうどうす。 OK OK OK。そんなの茶碗のか、乾燥剤とけ、ポテジしきれない方法で知ってんですよ。この一口をこうやって折って最後にここを本当に全然持つ。それでカエルチョコすぐ取る。そうなんよ、そうなんよ。カラオケエンジョイ、エンジョイカラオケのやつしてんだけど、全くカラオケしないね。いっか。はい、ということで、今どのぐらいやってますかね、私。私とか言って。私。5分か。本日ね、沖縄から帰国しまして、まだお荷物が散乱してるので、これから片付けて明日にでも洗濯してなどやりたいと思います。はい、ということで、おやすみなさい。13位タンポポさん、12位ベルちゃん怪獣さん、みさんは11位ソミソジロさん、10位ザニさん、9位キミユコさん、8位ピーシアさん、7位フロストさん、6位つむじかぜさん、5位横吉さん、4位ゆきたさん、3位エンチャさん、2位まさかずさん、1位アムネさん、みさが最高でした、でしたでした。それではちょっとすいませんね、意外と体力使ったもんで、飛行機で、また多分明日ですね。明日も20、まあ19か、まだ。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。